えるもので、毎日愛用するものってこれだっていうお気に入りのものが欲しいですよね。今回はこちら、リチャードっていうフランスのブランドのカラビナになります。僕はね、いつもこういうカラビナに鍵をつけて持ち歩いていて、まあカバンであったりとか、ベルトループなんかにこれを引っ掛けて持ち歩いてるっていうので、これもね長年愛用しているカラビナです。よく見るとね、結構傷とかが目立ってきたので、なんかいいのあったら買い替えたいなって思っていて、偶然見かけて一目惚れをしちゃったのがこちらのリチャードのカラビナなんですね。シンプルで持ってみるとね、重厚感も結構あってね、高級感がすごいあるんですよ。ちょっとね、早速付け替えていきたいと思います。こちらのリチャードのカラビナはですね、サイズも結構いろいろ出ていて、僕が購入したのは S サイズって書かれていて、だいたい測ってみると5センチぐらいのものになります。今までのものと比べるとやや小ぶりなものになりましたね。はい、実際につけてみるとこんな感じですね。で、こう今まで使っていた、まあ、割と一般的なこういうカラビナってクライミングとか山で使われることが結構多いと思うんですよ。こちらのね、リチャードはですね、こう海ヨットとかでね使われるカラビナということで、若干デザインが異なりますよね。ここのね、引っ掛けるところのフックのこの反発力もね、結構強めで長く使えるんじゃないのかなっていうところがあります。そしてね、こうよく見るとロゴが入っていたりとかしてね、すごいねいい感じで、めちゃめちゃ気に入ったのでついつい動画にしてしまいました。皆さんはどんなものを使って鍵を持ち歩いておりますか？キーホルダーとかね、こういうクライミング系のカラビナを使っている方にはぜひおすすめできるアイテムになります。お値段は Amazon でだいたい2000円前後で購入できるかと思いますので、よかったらチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。